さあブルペンをご覧いただきますが、松坂大輔臨時コーチが今日からキャンプの方に合流してチェックをしています。もう今はこうやって投げた後に全部チェックするとワブレイヤーですね。この人がいわゆるクローザーとしてしっかりと加入できれば最高です。一番ファンからは遠い場所にはなりますけども、そこのところ松坂大輔臨時コーチが見守りながらアブレイが投球練習を行っています。2度目になりますね。第1クールでも入ってます。でボーがいて、それからホンダがいて、これが先ほど東内電機に加わったピッチャーなどもこのブルペンに入ってます。あまりその松坂大輔さんは自分からあまり声をかけたりというよりは聞かれたら答えるというふうな立場だと思いますが、あとは気づいたことを言っていくということなんでしょうね。このアブレイも今年の中の一つの鍵になる選手の一人。まあそこに鍵のも入っています。それからそうクローザーではね、田村とか豆だとか、この辺もクローザー候補として名乗りを上げている選手がいます。もちろん増田たちも第一クールは全部ブルペンに入りました。現在4人がこうやってブルペンでは投球練習を行っています。ブルペンで現在は4人の投球練習が行われていますが、メイングラウンドの方では現在は次の練習の準備が行われているということになります。しっかりと後ろのところ、ただまだまだ競争の中でいますから、いやここじゃないぞと、カイノも含めて増田達也もそうですね。それだけじゃない、田村もちろんたくさんいるわけですよね。その中で競争していかなきゃいけないということになります。誰が最後に勝ち取るのかということになります。まあ、ブルペン入ったこのアブレイユがずっとこのポジションで投げています。まあ、本人が言っている54セーブ、まあ、背番号にちなんでということと言ってましたけど、この数字あたりが出るようなことになると本当に優勝というのも近づいてくるのではないかなというふうに思いますね。十分に優勝を狙える位置にいますという先ほどね GM の話がありました。まあ、ドミニカ出身188センチということになります。まあ、メジャーでは3球団にこうプレーをしたんですけど、で中継ぎで通算108試合に登板して6勝5敗防御率 4.58 という成績です。まあ、昨年がヤンキースこう45試合に登板していますが2勝2敗で 4.73 と、まあ、昨年は45試合ヤンキースでプレーをしたというふうなメジャーリーガーです。まっすぐが 156.8 キロがこれ平均球速です。で、まあ、一番はシンカーが一つ得意のボールということで、だいたい投球の半分ぐらいシンカー、まあ、だいたいこういろいろこう動くボールを使う人もシンカーがいわゆるボールとしてこのアブレイユが投げていました。高速で沈むボールというです。メジャー通算では135回と3分の2投げて136奪三振ですから、だいたいこの奪三振率でも結構いい数字を出しています。 9.31 というのが奪三振率、今シーズンですね。59イニングで61奪三振ですから9はだいたい9前後の奪三振率、1試合換算するとあるということです。あとはコントロールということになると思います。さあ2度目のブルペン入って松坂大輔臨時コーチが見守る中投げましたアブレイ、古賀が最後は受けてましたね。途中ラミレス通訳ですよね、話をしています。どういう球種を投げるかというのはキャッチャーが
おそらくクローザーとして後ろの方で投げることになると思いますけども、実戦の早く見たいですね。どういうボールを投げるか。キャッチングですかね、今話をしているのが。ミットの出し方ですかね、どういうことでしょうかね。やっぱりアブレイユの方から気になったところなのか、話をしているみたいですね。豊田コーチもすぐ横に来てます。